思わず目を引くビジュアルに、純粋無垢な性格が人気の手で、子供のような可愛らしい笑顔を持ったり、紳士的な男の扱いを取ったりする一方、感受性が豊かで、涙もろい一面もあるんです。そんなテテが、これまでに泣いてしまった場面と、涙なしで語られない、その涙の理由を紹介していきます。この動画を見る前に、ティッシュを準備しておいた方がいいと思います。では、早速参りましょう。防弾少年団の秘密兵器としてデビューしたテテは、ギリギリまで非公開とされた練習生でした。そのため、メンバーたちが個人ブロックを取る中、自分だけは取れなかったり、撮影をしていて、一緒にいるにもかかわらず、自分だけ映れなかったりと、寂しい思いをしてきたようです。ようやくデビューメンバーとして公開され、デビューショーケースで、初めてファンの前に立った時には、下を向いて、涙を拭いているような姿がありました。今までの辛かったことを思い出し、デビューできた喜びで、涙を浮かべていたのかもしれませんね。コンサートのアンコール曲、ホエイリアン52を歌う途中、突然泣き出してしまった、テテ、終始下を向いて感情を抑えていたようですが、曲が終わると、地味に、テヒョン、泣いてたと聞かれ、泣いてないよと、少し強がって答えています。会場に来ていた両親を見つけて泣いたのではという話や、ファンの歌声に感動して泣いたのではという話がありますが、はっきりとした理由は分かっていません。特殊な周波数を持ち、他のクジラとコミュニケーションが取れない、孤独なクジラと自分たちを重ね合わせている曲ということもあり、何か思うところがあったのかもしれませんね。韓国で行われた血、汗、涙のサイン会での出来事です。あるファンのアルバムにサインをしようとページを開けると、唐突に泣き出してしまった、テテ、ファンの手を握りながら、必死に涙をこらえています。実際に何が起こったのかは、本人にしかわかりませんが、一説では、ファンがテテのおばあちゃんの体調のことを気遣ったメッセージを書いたのではと、話題となりました。しかし、この時には、テテのおばあちゃんは、もう亡くなっていたため、おばあちゃんのことを思い出して泣いてしまったのかもしれないと言われています。この頃、ファンからは、テテが元気ないや、テテに何かあったのかと、心配の声が上がっていました。活動をしながらも、ずっとおばあちゃんのことが頭にあり、ファンからの言葉で、涙が溢れてしまったのかもしれませんね。ソウルで行われたファンミーティングのエンディングメントで、テテは再びファンの前で涙を流しました。今を逃すと言えなくなりそうなのでと切り出し、最近自分が元気がなかったのは、自分を育ててくれたおばあちゃんが亡くなっていたからだということを、ファンに報告。当時、カムバックなど、様々なスケジュールが続いていたことから、テテは疲れているのではとファンが心配するほど、目に見えて元気がありませんでした。テテは自分の話を聞いてくれて、何でも受け止めてくれたおばあちゃんが亡くなったことが、信じられなかったそうです。おばあちゃんは、テヒョンがテレビに出ているところを見てみたいと、いつも言っていたそうで、テテもいつかテレビで、愛してると伝えたかったそうですが、タイミングが合わず、叶いませんでした。涙ながらにファンにこの話をする姿から、テテにとって、おばあちゃんがどれだけ大きな存在だったかがわかりますよね。大人気シリーズ、ボンボヤージュでは、メンバー同士が初めてお互いに手紙を書きました。本音を話し合う、メンバーたちの姿にうるっと来てしまう場面ばかりです。この企画で、テテは、ジミンに対して、デビュー前の話や、自分が辛い時に一緒にいてくれたことを、手紙に書いて読み上げました。テテからの手紙をもらったジミンは、周りで見ている人たちは、僕がテヒョンを気遣ってるって思ってるかもしれないけど、むしろ僕が学ぶことが多く、いい感情を感じることが多いんです。感動もするし、その度、テヒョンが僕の友達でよかったって思うと話しました。その言葉を聞きながら、テテは思わず泣いてしまったようです。お互いがお互いを必要としている姿から、テテとジミンの絆がどれだけ強いのかが伝わってきますよね。パリ公演のアンコールで涙を流していたテテ。なぜこんなに泣いているのか、ファンの間でもとても話題となりました。実は、この日、テテは、風邪をひいてしまい、本番中に鼻をすすったり、咳をしたりと、体調が万全ではない様子で、何度か歌を飛ばすシーンがありました。そして、最後のメントでは、約束したいことがあります。もっとかっこよくなって、かっこいい姿で会いに行きますと話しました。
せっかくのパリでの公演で最善を尽くせなかった不甲斐なさやファンに対する申し訳なさでいっぱいだったのではないでしょうか。コンサートを終えて舞台裏に戻ってきたかと思いきや、メンバーたちに囲まれながら再びテテが泣いています。テテの気持ちを汲んであげるメンバーたちの優しさも心に染みますよね。2018年の年末での受賞式は3年連続で大賞を取れてよかったとファンが安堵する中、いつもとは違った BTS の姿を見ることとなりました。大賞のコメントをする補足の言葉を聞き、メンバーたちが次々と涙を浮かべ、テテもコメントをしながら何かを思い出したかのように泣き出しそうな場面がありました。その後、ジンが今年の初め、僕たちが精神的に辛かったんです。それで解散をするかどうかも悩んだりして、と話し出すと、隣にいたテテが顔を押さえて泣き出しました。人気も波に乗り、世界的な活躍を広げてきた裏で、本人たちは不安やプレッシャーで押しつぶされそうになっていたようです。テテはその辛かった時期を思い出して、思わず泣いてしまったのかもしれませんね。ファンミーティングを終え、メンバーたちが待機している部屋に泣きながら戻ってきた、テテ。メンバーたちも不思議そうに見ていますが、理由を聞いて納得した様子です。実はこの時、テテはファンミーティング中におばあちゃんのことを思い出し、泣いてしまったそうです。3年前のファンミーティングでおばあちゃんの話をしたことを思い出したのかもしれませんね。そんなテテを抱きしめてあげる、ジミンや見守る周りのメンバーの優しさにもグッときます。ここまで涙なしで語られない、テテが泣いたエピソードの8選を紹介していきました。いつも笑顔でメンバーたちをからかっているテテは、実は感受性が豊かな人です。そんなテテが可愛がられて守られるべきですね。最後までご覧いただき、ありがとうございます。